これですね、つくも川インターか。こっから高速か。ちょっとね、タンクバックないからチケット取るのとかはいつもより不便ですね。なんか首都高みたい。おお、どんどん下行くな。うなれ GSR。 トンネルですからね、ちょっとだけギア落として回してみるかな。GSR400、 せっかく今高速道路乗ってるんで、あれやりましょう。まあ、ギアをどんどん落としていくってやつですよね。6速からやるやつなんですけど。お、いけるかな。よし、6速6000回転で100キロですね。で、これを5速の6600回転ぐらいですかね。これで100で、4速、あ、余裕だな、全然。4速の7500回転で100、割といけますね、まだまだ。じゃあ3速も8800回転ぐらいですかね。これで100ですね。ここ結構楽しいですね。じゃあ次2速。2速の11000回転ぴったりですね。ちょっとこれ合わせるの難しいな。で、ちょっと1速は申し訳ないんですけど、この車体に関しては結構やるのが怖いので、加速って形でやらせていただきます。じゃあ今2速なんですけど、1速に落としますね。ダメだ、あの GSR400 は1速の 13,500 回転で一応85キロぐらいは出るんですけど、もうそれ以降がレッドゾーンになっちゃうんで、まあ1速で100はちょっときついですね。あの、1回ライブ放送でだっけな、コメントで最高速何キロぐらいですかって聞かれたことがあるんですけど、怖くて出せないっていう部分ですよね。まあ怖いもの知らずの人だったら平気で6速のレッドゾーンまで回すと思うんですけど、多分200いくのかな、どうだろう、190は行くと思いますね。ちゃんとこうやって体をがっつりこうやって丸めて、本当に直線だけなら190は数値だけなら出ると思いますね。まあ、メーターに出るスピードって実測値ではないので、まあ、10% ぐらい低くなると思うんですけど、スピードはすごいと思いますね。下道とか高速ではね、ちょっとフルで発揮することは難しいんじゃないかな。後ろに車がいないのでゆっくりやります。みんなバイクだから避けんのかな、どっちだろう。東京方面かな。こっからあっという間なんですよね、本当に。埼玉県って合流はいつも通り回していきますか。完全にルート間違えてますね。八王子方面から帰る予定だったんですけど、ナビがずっと動いてなかったので、まあ、知らずのうちに首都高を来ちゃった。あと700円ぐらいしかないや。大丈夫かな。ここ渋谷か。出口、そう、出口。じゃあ渋谷から下道で帰りますか。これ余分に2時間ぐらいかかってますね。やっちゃったな。すごい、土日に都心を走ってる。なんだろうな、こういうイレギュラーって楽しいですよね。本当は予定していたルートで帰れば今頃家着いてるはずなんですけど、渋谷とかだって絶対僕近寄りませんからね。こっちは何の店だろう。この目の前をドヤ顔でみんな渡ってくんで、
危ないよな。おしゃれ。表参道ですね。神宮前って言ってたんで、原宿らへんか。アップルストアね。アップルから GoPro みたいなもの出ないのかな。若者の街原宿。一応自分も若者っていう部類には入るけど、めったに来ないですよね原宿とか。危な。こっからどうやって行くんだろう。原宿だから次代々木とかかな。新宿か。そっか、新宿の方を走って。なるほどね。自分が新宿をバイクで走ってるなんて信じられないわ。前のクーパーのテールランプめちゃめちゃこっち見てる気がする。ではでは、今日はねこの辺で終わろうと思います。まあハプニングもありましたが、これで伊豆スカイラインツーリングは終わりですね。あ、でそうだ、あの距離ですよね。朝6時に家を出て今5時ですね、夜ので。距離が何キロだろう、まあ、これからまだ伸びるんですけど310キロですね。約310キロ。まあそこそこ走ったのかな。こんな感じで終わろうと思います。ではではまた。バイバイ。